自民党の宮沢博行衆議院議員が今週発売される週刊誌で女性問題が指摘される見通しとなったことを受けて昨日議員辞職願いを提出しました。記事が出るかと思いますけれども、はい、そういうことです。政治全体に迷惑かけることはできないなと思って決断したところでございます。宮沢氏は派閥資金問題が明るみに出た当時、安倍派から観光令が敷かれていたとして、しゃべるな、これですよなどと実態を語って注目されました。宮沢氏は明日発売される週刊誌で自身の女性問題に関する記事が掲載される見通しになったため、昨日議員辞職願を提出しました。安倍派からのキックバックは5年間で132万円に上りますが、宮沢氏は女性に対しての資金の流用は絶対にありませんと強調しました。